おはようございます。本日は奈良県の三郷町に向かっています。今日は久々に天気もいいのでいい絵が撮れそうですね。今日はですね、前から気になっていた農業公園市議山のどか村に向かいます。なんか一回大阪に入りましたね。よし、到着でーす。この番組は、コロ餅で有名な高山製菓さんの提供でお送りします。ちょっとお腹空きましたね。あ、のどかバーガーっていうのもあります。あ、すごい。のどか村の鶏肉を 100% 使用。のどか村の野菜を使用。ボリューム満点でかい。食べにくいってなってます。おお、でかい。ごちそうさまでした。ボリュームはあるんですが、具が野菜と鶏肉がメインなので案外あっさりした感じでヘルシーでしたね。のどか村の野菜も風味が強くて良かったのですが、こののどか村の鶏肉はコクがありつつも油がサラッとしててとても美味しかったです。あ、こちらにカフェもありましたね。店内で食べることもできます。こちらでものどかバーガーを食べることができたみたいです。あちらがのどか村の入り口です。で、その前にこちらに展望台があるんでちょっと登ってみます。あ、いい眺めですね。へえ。駐車場めちゃめちゃ広いですね。で、今多分学校が休みなんで家族連れの方が多いような感じですね。入園料が600円で、で、あの前に僕が行ったあの市議の湯っていうお風呂とセットだと1300円のようです。あ、ここめちゃめちゃ広いですね。僕本当にここ初めてなんですよ。よし、今入園料払いましたんで中に入ります。で、今ですね、あの入り口の外でですね、あのハンバーガー食べたんですけど、今日のイベントやってて、あのキッチンカーがいっぱい来てたみたいです。こっちも見てから検討してもよかったですね。ちょっとキッチンカーをチェックしましょうかね。あ、めちゃめちゃ広いですね。なんか男一人で来てるの僕だけなんじゃないかって気がしてきましたね。あ、動物の匂いがちょっとしてきましたね。まずはヤギですね。結構近くから見れますね。ヤギのおやつが売ってました。あ、でもこれ
売り切れになってますね。ああ、残念ながらおやつ持ってないんですよね。ヤギのおやつの自動販売機もう一個ありました。こっちは売り切れてないですね。よし、なんかずっとスタンバイしてますね。え、これどういう感じで上げたらいいんですかね。ん？え、これ直接上げるんですかね。え？もう一個は黒い方に上げようかなと。お、あの白いヤギがあの黒いヤギを餌に近づけさせなかったんで、結局白いヤギにあげました。菜の花も咲いてすごいいい風景ですね。よし、では奥の別の動物をまた見に行きます。今度は鳥ですね。あ、鳥のおやつもまた売ってますね。あ、みんなめちゃめちゃでかいですね。へえ。卵拾いっていうのをやってる子が結構いますね。もうちょい奥まで行ってみます。あ、こっちは白いニワトリがいますね。前に動画で紹介したんで今回は省きますが、こちらのシギの湯はすごいおすすめです。お風呂もいいんですが、あの中のレストランもすごくいいんですよ。食事のみのご利用でも OK みたいですね。ロープ登山っていうのがありますね。ここは本当にお子さん連れの方にはぴったりな施設ですね。あ、遊具もいっぱいありますね。ハウスやまびこさんっていうのがありました。あ、でもここは本当にジャム作り教室、こんにゃく教室、そば打ち教室ですね。いやー、すごいですね。なんか未粘土城跡っていうのがありますね。こちら松永久秀さんが四季三城を防衛するために築いたのがこの未粘土城ということみたいですね。変わった名前ですよね。こちらはお告げ地蔵さんっていうみたいですね。ありがとうございました。一旦こちらを出て近くの畑大池に向かいます。今向かっている畑大池が住所でいうとギリギリ柏原市に入るみたいですね。まあすぐ近くです。左方向です。
なんか岡本ガーデンっていうのがあるんですけど、なんでしょうね。すいません、この岡本ガーデンがちょっと気になるんで入ってみます。あ、めちゃめちゃ広いですね。へー、あのお花とか植木とかそういうのも含めてお庭全般をやってるみたいですね。あ、こういうのいいですね。エクステリア展示場ってなってます。おお。へえ、あ、めちゃめちゃかっこいいですね。めちゃめちゃ広いですね、ここ。あ、やっぱビニールハウスの中かなり暖かいですね。あ、25度もあります。へえ。あ、キリンもいました。これお金持ちの家にあるやつですよね。こちらの植物コウモリランっていうみたいです。こんなん初めて見ました。珍しいのがいっぱいあります。なんか植物園みたいな感じですね。またお金持ちの家にあるやつがありました。いやー、すごいですね、本当に。へー。おー、あ、この辺バラですね。咲いてる時に見たいもんですね。思いがけず面白いところに来ることができました。こちらは休憩スペースですね。こちらはリゾートガーデンといってプールの展示があります。まあ、僕だったらあの家の中にサウナを作って、でプールは水風呂にしたいですね。白ツツジっていうみたいです。ありがとうございました。で、すぐ近くにあるのがこの畑大池ですね。あ、でもこれ駐車場があるわけじゃなさそうですね。あ、まあここで泊まれるのかな。ところどころこの道のこの右側にこの車を止めれるようなスペースは一応ありますね。で、皆さん魚釣りで来てますね。まあでも天気がいいんで気持ちがいいですね。
なかなかいい雰囲気ですね。でこのさらにもうちょっとだけ先にどんどう不動尊っていう面白そうなところがあるんですよ。ちょっと動画が長くなりそうなんですが、ちょっと行ってみたいですね。もうここから2分で行けるみたいなんで行っちゃいます。目的地は右側です。お疲れ様でした。こちらがどんどう不動尊ですね。で車は止められるかな。あ、無理だな。ちょっと降りたところに路肩の広いスペースがあったんで、そちらに止めてきました。へえ。あ、すごい、こう夏なんか来たらすごい涼しそうですね。こちらどんどの滝って言って、先ほどの畑大池から流れた細い川が渓流になって、それでできる滝のようですね。でこちらにどんどう不動尊っていうのが祀られてて、でこの滝の前にあるのがこのどんどう橋っていうみたいですね。こちらがどんどう橋ですね。へえ。ありがとうございました。まあバイクの方だったらね、全然簡単に止められそうです。で最後にですね、あののどか村のチケットをまだ持ってますので。戻って再入場して、であのキッチンカーとは別にあのピザと卵かけご飯を出すお店があったんですよ。なんでそちらに行ってピザを食べて動画を締めようかと思います。ちなみに僕が最初に食べたのハンバーガーなんですけど、あちらはあの入場しなくても食べられますので、あのハンバーガーだけ食べたい方は入場せずに食べてくださいね。ということで再入場してきました。でお店がこっちですね。あの菜の花のあったエリアです。ピザと、あ、天空卵かけご飯ってのもありますね。あ、本日のピザが2種類あります。1500円の天空野菜ピザにしました。よし、ちょっと出来上がりまで待っておきます。ごちそうさまでした。野菜のピザなんですが、キノコもチーズもソーセージもたっぷりなので十分に食べ応えがありました。チーズ多いんですけど、不思議とそこまでこってりしてなくて食べやすかったですね。皆さんは何人かでシェアして食べてくださいね。菜の花を見ながらだったので余計と美味しく感じました。ではそろそろ帰ります。今回は三郷町を散策すると言いながらも、あの微妙に県境を越えて柏原市に結構入っちゃってましたね。まあ全部このすぐ近くなので、まあよかったら行ってみてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。